今回紹介するのは僕らの祖国不走者新書という本です僕は知らなかったなぜか日本の学校では教えないからだ日本の大人も語らないからだ君もあなたも僕もみんな日本国民だだけど日本を祖国祖国として考えたことはっきり祖国として意識したことが どどれほどあるだろうか東日本大震災と福島原子力災害が起きてしまった後の日本でこそそれを問い直したい死を脱し本来の目的につくそこには祖国があるからあなたにとって生きるとは何でしょうか根っこを考えていこうそういう本ですこの車座に廃線から70年を迎えるほんの少し前に 新書という手に取りやすい形でこの本を読むことで少しだけ加わることができ嬉しく思います。YouTube やポッドキャストの配信で青山さんのお話は聞くことが多いですが講演会つまり生にもぜひ足を運んでみたいそういう気分にもなりました。以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。